どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、ピッキングについてお話ししていきたいと思います。ピッキングはギターの音を決める重要なテクニックの一つなので、今ね、もし自分のギターの音に納得がいかない方、悩んでる方は、本当高いギターエフェクターアンプ買うよりピッキング鍛えた方がもう断然音は良くなるんで、早速ねやっていきたいと思います。まずはですね、妻にね演奏してもらおうと思うんですよ。妻はね、数年前にちょっとギター弾いてたんですけど、今は全然弾いてないので、まあ初心者の方によくあるピッキング例としてちょっとね弾いていただこうかと思います。じゃあ早速行ってみましょう。はい、こんな感じでした。じゃあ次にね、僕のピッキングをちょっと見てみてください。はい、こんな感じでした。妻の演奏と僕の演奏で大きく異なる点があるんですけども、それはですね、妻の方の演奏は視点がですね、ボディのところに右腕のこの辺りを当ててるところが視点になってる以外、どこもギターに触ってないでピッキングしようとしちゃってるんですね。これだとね、この視点が1個しかないから不安定なんですよ。じゃあ今度僕の方の演奏を見ていただきますと、腕のこの辺りをですね、ボディにつけた後に手首の辺りをですね、軽く6弦のあたり、もしくはブリッジのあたりに少し触れて、で小指をピックガードのあたりに置いてますね。ということで、腕、手首、小指、この3点で支えてるんですよ。そうするとピッキングが安定するんですね。狙った音を弾きやすくなるんですよ。これがですね、大きなポイントになると思います。で、練習方法はですね、例えば1弦5フレットの音を押さえてピッキングだけを練習する。はい、それではですね、右手の腕をボディにつけて、手頭部分、手首から手頭部分ですね、小指の側の側面のあたりを軽く、6弦もしくは、ブリッジあたりに軽く触らせて、で小指をピックガードにまた軽く置くような感じで視点を置きます。で1弦5フレットを押さえて、でピッキングします。こんな感じですね。この手首、手頭部分と小指でこういうアーチを作るような感じですね。アーチができるんですね。アーチが、ブリッジと、ピックガードにかかってこう弦に触れないようになっているんですね。これでかなりピッキングが安定します。あとね、ピックの角度、例えば平行アングルとか、準アングル、逆アングルっていろいろあるんですけど、これも演奏によって変わりますので、練習の時はね、平行アングルでよろしいかと思います。平行ができれば、準アングル、逆アングルもできるようになりますので、まずは平行でやってみてください。はい、この時にね、一音一音をしっかり綺麗に鳴らすように心がけてください。どうしてもね、こういう単純なところはまあこんな感じでいいかと適当にやってしまいがちなんですが、一音だからこそ綺麗に鳴らそうと
という感じで集中してやっていただくとですね、効果絶大だと思います。で、慣れてきたら、左手をですね5678とクロマチックで動かして弾いてみます。このような感じですね。で、これも慣れてきたら今度上に上がっていきます。はい、ここでお気づきの方いらっしゃるかと思いますが、6弦まで上がってくると右手の手首手頭部分はもう完全に離れてますね。このようにですね、3点で視点を置いていたのですが、弾く場所によっては2点になったり、また下に下がっていったら3点になったりと、結構臨機応変に変わっていくような感じです。そしてこの手頭部分と小指のアーチも、ピッキングが上に上がるにつれて移動してきます、このように。ゆっくり弾いてみます。ちょっとずつ上に上がっていくところを確認してみてください。今6弦を弾きましたが、最終的に小指は1弦までずれてきてます。ピックガードにいたのが徐々に上に上がっていって小指は1弦の上まで来ました。このようにですね、6弦を弾くときに1弦を、触ってあげることで不要弦のミュートにもなりますので、一石二鳥という感じですね。じゃあ今度は6弦から1弦に戻ってきます。下に下がってきます。このような感じで、最初は1弦の上にいた小指も徐々に下がっていってピックガードまで来るような形になります。で、この辺の練習もですね、ゆっくりと丁寧に弾いてあげてください。焦って弾いていいことは一つもありませんので、とにかく綺麗に丁寧に弾いてあげてください。で、丁寧に弾くコツとしてはですね、スマホやねデジタルカメラでムービーを撮りながら練習するとですね、ちょっと緊張感増しますので、何か映像を撮りながら練習するのが一番よろしいかと思います。とにかく丁寧に、とにかくゆっくり、とにかくいい音で弾くことだけを意識して練習するのがこの練習のコツになります。あと、コードのアルペジオを弾くときなんかも小指を支点に置いとくと非常に弾きやすくなります。この時は手首、手頭部分の、支点は外しちゃっております。また、6弦を使わないアルペジオの時は手頭部分を軽く6弦側につけることもあります。こんな感じでですね、左手はあまり難しいことをやらずにピッキングだけに注目して練習をすると非常にね、効率よく身につくと思います。
はい、ということで今回はピッキングについてお話しさせていただきました。ピッキングがね、安定すると音の強弱もつけやすくなりますので、本当ね、音が良くなったなぁと感じることが多くなるかと思います。なのでね、今現在、自分の音に納得いかない方、悩んでらっしゃる方は、高いギター買うより、高い機材を揃えるより、ピッキングを鍛えていただきますとね、見違えるように音が良くなると思いますので、ぜひね、今回の動画を参考にしていただけたらこれ幸いです。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。